アポ取りしたお店へ向かうために所持金全額を使い給油。名古屋からギリギリ移動できる三重県の鈴鹿市へ。養殖モグって書いてある。モグさん、養殖モグ。ボリューム満点のオムライスが人気のお店。すいません、お待たせいたしました。大きい、なんでやばい、大きい、めっちゃいいニュースだよ。顔ぐらいね、高さ顔ぐらい、大きいじゃない。ハンバーグがさ、名物オムカツライス。大盛りオムライスの上に巨大カツ、大ぶりハンバーグ、目玉焼きがトッピングされ、その総重量は成人男性でも完食が難しい 1.25 キロ。これを一人一皿。え、待って、やばっ。しかもなんかいっぱいさ、他にも 1.2 キロのデカ盛りチキン南蛮などを注文し、総重量はなんと 4.8 キロ。待って、これは無限だわ。ケチャップがね、すっごい濃厚で美味しい。ケチャップライスのオムライス、今までいろいろ食べたけど、一番美味しいかも。本当？本当に美味しい。完食を目指し、上の揚げ物から食べよう。小倉は空腹のうちに揚げ物を攻める作戦。麦茶はカツ食べると噛んで疲れてお腹いっぱいになっちゃいそうなんで、ライスからいきます。そんな中、白井は米が苦手かもしれないもう結構しんどいもん。3.2キロ。パフェを 1.2 キロ食べるなど甘いものは得意。しかし米は苦手。それに対し麦茶は米が得意なようで、開始30分で、ご飯完食しました。すごい。しかし米の後の揚げ物はでけえ、でかいよ。女性にはかなりヘビー。ハンバーグはなんとか食べたんですけど、カツが